ただテレビとしては普通の人を映してもあんまり面白くないっていうのはあるんでしょうね。なんか普通じゃない人ですかね。なんか大人側が政治色強くなかったです。だってそのなんていうか、まあ、学生さんっていう意味ではさ、いろんな学校のいろんな勉強をしていて、これから何になるのかな、いろんな方向に行くかもしれない若者たちだったけど、大人って言って映った時にそのおつじさんや上川さんやと精神とっていうのこあみんなこう看板しょっちゃってみたいな人とか、その政治色が強い人だとか、もう明らかに物分かりのいい答えが返ってくるであろう大人っていうのが並んでた感じがちょっとキモいって思ったんだけど、うん、そう、もっと分かんなかったり、よく分かりませんって感じのことを言ってもそういう人とかいいと思う。そこで悩むなよっていう人がいたりしてもよかったし、ロールモデルはないんです、うちらもないよねっていう。だから割とこう単純に言えばもう一般的なゲイレズビアンって割と朝目覚ましかけて起きて仕事に行って仕事行って昼ランチ食べて夜コンビニ弁当買って帰ってミクシーやって寝るみたいな感じだったでもそういう中で生活は生活、生活の中にレズビアンである自分っていうのがあるんだって、レズビアンの私が生活しているのって思ってるわけではないわけだから、そういう意味ではその政治色というか活動慣れしてるっていうか若者なだめ慣れしてるっていうか落ち込む、今この若い子は今落ち込もうとしている、だから希望を与えなくてはいけないわっていう答えが出たりとかっていうのがすごい見え見えだったのね。そこで確かに番組の中で落ち込ましてしまうわけにはいかないけれど、悩むこともまあ意味はある。ぶっちゃけ私たちもあんまりよく分かってないのって思うのね。そう、興奮しちゃった。番組で答えを見つける必要はない。答えはない。ヒントがあってもいいんだけど、でもさ、いい大人しかいないの。すごいすれてるって言われてる。お前これいい、だってそうなのよ。だけど正しすぎるわみたいな。最近カミングアウトに失敗しておくタラコみたいな。そういう、そういう、だからカミングアウト、あ、そんなあんま無茶しちゃいけないと思うっていう人がいてもいいと思うし、その将来ねあんまりいい見本私も知らないけれど一緒に頑張ろうよでもいいし、あの最近その年を取ったあの50代半ばぐらいの人になってみると、あの将来はどうですかって聞くと、将来の希望はっていう聞いた時の答えとして、あの腐る前に見つかりたいっていうのがあのもう孤独死はしょうがないんだけども、フランスのやだなっていうぐらいな感じの人もざらにねいたりとかするし、本当に明日のことは考えないようにしてるからって、うん、今日の電気代をどうやって電気代を使ってあの稼いでこの電気を通そうかって人もいたりとかするし、あ、カニコーレードがここにいるんだけどもそう、でもそういう大人もいるけど、うん、綺麗すぎた、うんそれはわざと汚れ、あの別にハート素直でLGBT を全て表すわけじゃないのでっていうことがまず一つと、もちろんあの今後あの全然違う人たちを呼ぼうっていうのもありますけど、まあ少し慣れてもらうために同じ人が出てて、うん、あ、この人がまたこのテーマについて喋ってるなっていうことに慣れてもらうためには、あの同じ方々に何回か出ていただくっていうのも一つは必要なことだろうというのが今までの展開で、まあ徐々にもちろんあの入れ替えをしていっていろんな方入れていこうっていうのはありますけど、まあなんかこう活動どうのこうのっていうのは僕もよくわかんないんですけど、その皆さんパフナイトにいらっしゃってる皆さんはあの人は、リブの人でとかわかってると思いますけどまあ大多数の人はわかんないから誰が誰ってことないんじゃないかなっていうのが正直なあの僕のLGBT ってなんかみんなくくりで割と外部の方も言うんだけども、実はそれは日中韓朝ぐらい違ってたりとかっていうのは現実がねあったりとかするんで、みんなにいろいろ聞きたいのに、うん、そうそう、うん、そうということで、まあ一応ねこちらはあの人間ばっかり言ってもしょうがないので、あの何かあの私も言いたいとか、あれは良かった、これはちょっと足んないとか、なんかそういう何でもいいんで、あの先生おしっこいかなら何でもいいんで、あの何でもとりあえずあの言いたいことがあったらとりあえず言ってください。